皆様から他のキャストの皆様に、あ、質問を事前に用意していただいているということですので。これを、あの、フィリ、フリップでご紹介いただきたいと思います。佐藤さん、フリップをお願いしてもよろしいですか。あ、僕のフリップ。はい、僕に好きな映画をお勧すすめしてくださいって、<laughs> ちょっとドラマと全く関係ないことになっちゃったんですけど。<laughs> 最近。ま全然もう過去でも、何でも、何でもいいです。もう、すんごいシュールな作品でも、すごい対策でも、何でもいいです。ちょっと、タイトルが合ってるか。 タイトルが合ってるから。これ <laughs> 本当に好きなんですよ。<laughs> 好,き<な>好きなんですよね。<あ>好き,好きすあ。ある男。妻あ,あ、つさんの。はい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 、れ見たときは,は、ねはい、すごい印象に残ってます。高梨さんはいかがですか。えー、難しいですけど、はい、あの好きな映画はいっぱいあるんですけど、私があの地方ロケとか行くときに。はい あの持っていく映画の DVD があってそれはあのペコロスの母に会いに行くという、はい、ペコロスの母に会いにはい。はい、森崎東監督の作品なんですけどそれはなんかすごくなんかハートウォーミングな感じの作品でなんでその地方ロケの時に持っていくんですかなんかほっとするんですよね自分が落ち着く作品一人で見るとすごく好きな作品でなので地方に行かれる際にはいいかなと思、まあ、ありがとうございます、はい、ちょっと見てみます、はい、林さんは いかがですか。ええー、ちょっと、ええー。今ちょっと舞台の方で、あの北野武さん役をやらせていただいておりました。そうですよね。ちょっと武さんの映画、を最近、まあ、見てることが多くて。あの、っと。俳優デビュー作のその男、凶暴に好きっていう、もう凄まじくて。はい。はい。ただ、武さんの映画は配信ないんですよね。ないです。 そんなこと言っていいのかわからないですけど <laughs> で、まあまあいいんじゃないですかなんか今後期待を込めてね、はい、そうですねなんかいつかそんな人も来ればいいなとちょはい、はいはい、すみませんできれば何も書かないでいただきたいじゃあ最後に林さんお願いいたしますはい昨日の夜何食べましたあーっー <laughs> えーっと昨日の夜はですねあ家で、えー、あの簡単なやつを作ってえー、なんていうんですかあの鶏肉となんか野菜を炒めたやつを食べました <laughs> 納豆とね、味噌汁と。<ー>はい。ああいいですね。はい。い,い食卓で、素敵な食卓で。あた私は昨日、はい、あの撮影現場にいたので、あのブリ大根弁当を食べました。ああ<ー>、はい、最高ですね。はい。い,いですね。裕くは。僕は家で豚冷やしゃぶを食べました。いいですね。ちなみに林さんは。僕はですね、あのー、今、えー、ちょうど実家の方から母が来てくれていて。えー 久しぶりに会って奥さんもちょっと忙しかったのでご飯作ってくれている母のとあら秋を先取り秋の味覚いいですねそれを言いたかったから聞いたのかいや、じゃないです、俺は松茸を食べたぞいやなんかこも今、舞台稽古始まったばっかりでちょっと考えることが多くて僕、考え事すると食欲がなくなっちゃうんですよ。そうなんだ なんで皆さんのそのご飯のお話を聞いて <laughs> 刺激を食欲が湧けばなと思って今日のご飯の参考にしていただければほっこりしたかったなっていう <laughs> なればいいですねはいありがとうございます皆